治らない怪我って言われてるのが脊髄損傷なわけですが、それでもお金をかけてでも、もうなんぼでもお金かけてでも治る怪我がになるんだったら、それはそれで私はまず第一歩なんじゃないかなって思ってます。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は、再生医療を行いまして、約11、12、1、2、3、4、5、まあ半年経って、その中で投与を4回行いました。2回は静脈投与プラス局所投与で、また後半の2回はその同じ静脈投与と局所投与なんですが、その局所を今までは硬膜外で行っていたのを硬膜内で行って、より損傷部位に近いところから投与をするという形を行っていて、まあ、それで計4回経った今の体の変化をちょっとお話ししていこうと思います。そこわかる？立てるのわかるよ、うん、つまんでいい、はい、ちょっとつまめ、ごめんね。これは痛くない、痛くないね。じゃあここはね、痛くはないね。これはどうやろうか。痛くはない、痛くはない。ここわかるよね。ちょっとごめんね、背中触るよ。これわかる、はい、わかるよね。わかんなくなってきてね。ここは大丈夫、はい、うん、ここはわかる、ここわかる、はい、痛みははない、痛みはないね。だってこの辺りを目安にこう入れていきます。はい。ずんどん。はい。ずんどんいきましょう。はい。じゃあ頑張ります。じゃあ。じゃあちょっと触ります。ここわかるね。あるけど痛くないね。つまんない。大丈夫かね。分かって刺した時の、そう、つまんだところは痛くなかったけど、中に入ってきたら本当にいつも針で刺されるみたいな感じ、腕にね、あのチクっていう感じがずっとピンポイントであって、でもうゾワゾワめっちゃ鳥肌立って、お腹の形成もめっちゃきたから、あ、入ってんだなっていうのはすごい。今やっぱちょっと頭痛い、うん、今はすみません、ちょっとこれでチカッとします。いいですか、押される感じしますよ。
い、お疲れ様でした。終わりました。見ていただいた通り、硬膜内に初めて入れた時に、だいたい場所としては、まあ、専門用語でいう胸椎の12番あたりくらいから入れたんですが、なんていうんですか、もう針の痛さが分かって、麻酔はしてないので針の痛さが分かる。でもその表面の地区っていうよりは、なんかこう中の方の地区みたいな、なんかそういうのが分かったんですよね。で、入れた後にどうしても髄液がちょっと漏れ出してしまうので、まあ、個人差はあるんですが、私の場合は頭頭痛がすごくして、まあ、なんかもう耐えれない、痛み止め飲まなきゃしんどいっていうほどではないんですが、なんかずっとこうぼーっとズーンとするような感じがして、それが次の日もですね、ちょっと続いてっていうのがありましたが、まあ3日目、まあ、2日目の夜くらいかな、いつも通りなんでもなくっていう感じになってました。で、4回目、一番最近入れた時は、まあ、もっと今日自分の損傷部位に近い、胸椎の9番とか10番とかそこら辺をこうめがけて入れて、くれたそうで、その時はやっぱりより痛さが分かりましたね。上に上がれば上がるほど自分の感覚レベルっていうのはやっぱり高まってくる、分かるところになってくるので、めちゃくちゃ痛くて我慢できないっていうほどの痛さではないんですけど、痛いみたいな、痛いっていう感じでしたし、3回目の投与からあったんですけども、牽制がすごくて、やっぱ体は痛さをすごく感じてるんだなっていうのが分かりました。で、頭痛の方は特に4回目はなくて、気持ち悪さっていうのもなくて、投与後の体の変化っていうのは悪い意味での面では特にありませんでした。6ヶ月間行ってきた変化っていう部分なんですが、この表面上、皮膚の表面上の変化についてはあまりいい実感は正直ありません。でもその筋肉の部分、筋肉を動かす部分っていう部分に関しては、やっぱりどんどん動かせるようになってきてるし、自分でも動いてるなっていう感覚が分かるようになってきました。なんかそのずっと言われていた深部感覚っていうんですか、表面じゃなくて筋肉の動きとか骨みたいなところの感覚は広がってきた感じがします。なので触られてる感覚は分かるようで分からない、表面では分からないんだけど、中の筋肉までこうちょっとグッと強く押してもらうと、あ、だいたい今そこら辺りを触ってるんだなっていうのが分かったりします。で、ここからの話は多分いろいろな議論というか、正しいか正しくないかわからないので、絶対そうなんだっていうことは言えないんですが、私は損傷をして完全麻痺というふうに判断されました。で、その完全麻痺を判断するにあたっての定義っていうのは、まあ、なんとなく決められたものがある中の一つとして、だいたい受傷からまず3ヶ月経った時に一応症状固定をしなきゃいけないというか、まあ、いろいろ保険とかね、とかそういううんぬんかんぬんいろんな関係上があって、多分そこで何かを決めなきゃいけないんだと思うんですけど、その3ヶ月の時に一つチェックしたのが、肛門括約筋と言われているお尻の穴の周りの筋肉っていうんですか、そこがこうヒュヒュってちょっとでも動くかどうかっていう検査をお尻の穴のにこう綿棒をちょいちょいってやって見るんですよね。で、それが受傷から3ヶ月くらいの時に行われたんですけど、私はそこで動かなかったので、一応完全麻痺っていう判断を下されました。ですが、やっぱこう生活していく中でとか、いろんなリハビリの先生とかをね、いろんなお話をする中で、なんかその完全麻痺っぽくない形成の動きであったり、私のその反応というかっていうのは、なんか全然完全麻痺っぽくないよねっては言われてたんです。でも結局肛門括約筋が動いてないから完全麻痺なのかなみたいな、こううーん、あやふやなところずっと動いてたんですよね。で、私いつもこう摘便をするときに、やっぱり自分でお尻の穴をいつも触っている中で、
こう息む、うんってこう踏ん張るとお腹の中というか大腸がこうムムムって動くんですよ。動いてちゃんとうんちをめちゃくちゃしっかりってわけじゃないですけど動かしてくれてるんですよね。で最後のお尻の中から出るところに関してはやっぱちょっと足りないから、自分の指で補ってるっていう感じだったんですけど、肛門括約筋だけのことを考えたら私ってお尻の筋肉本当に死んでんのかなっていうふうな疑問がすごくあったんですよ。で今この体の中の変化を感じたい一つとして肛門括約筋が今どうなってるのかなって気になったので、改めてちょっと肛門括約筋がどうなってるのかを見てもらったんですね。そしたら反応があるっていう結果になったんです。なので義手症から3ヶ月の時は肛門括約筋が動いていなかったんですが、今は肛門括約筋が動く、だから肛門括約筋だけで例えば完全不完全麻痺っていう判断をもし言うのであれば、完全から不完全麻痺になったんだなっていうのが一つあります。ただその3ヶ月で、完全不完全を決めるって多分正直難しいんだと思うんですよ。やっぱ体ってどんどん変わっているし、落ち着くというかね、その体の症状が落ち着くって3ヶ月で多分ないと思うので、仮にもし自分完全麻痺だから動かないよって諦めてる思いがある方は、不完全完全関係なくやっぱりこう動かしていく中でとか、もっともっとこう体を良くしていこうというふうな行動を起こせば、やっぱ体の変化ってあるんじゃないかなと私はこの6ヶ月間、リハビリまだしかチリして2ヶ月ですけどやってみてすごく思いました。で、実際なんだろう、いろいろ思ったような結果が出ないなとか、そういう多分意見とかね、やっぱりまだまだ治らないんだなっていう意見がたくさんあると思いますが、私自身お金をサポートしてもらってるから言えることなのかもしれないんですけど、なんかその赤ちゃんができるまでってまず10ヶ月かかるわけじゃないですか。でもそっからその10ヶ月経って生まれてきた中でも歩けるようになるまでとか、自分で何か行動を起こすまでってまた1年も2年も3年もかかるわけで、そう思ったらたった6ヶ月で私の体の変化ってそんなやっぱり簡単に起こらないんじゃないかなって正直思います。でもだから1年も2年も3年もやってみるっていうのは大切だと私は思ってるんですよね。治らない怪我って言われてるのが脊髄損傷なわけですが、それでもお金をかけてでも、もう何ぼでもお金かけてでも治る怪我がになるんだったら、それはそれで私はまず第一歩なんじゃないかなって思ってます。だからお金の問題で諦めるっていうのは今現在はしょうがないと言ったらちょっと申し訳ないんですけど、変えれない部分はどうしてもそこはある。ただでも治るんだっていうその道筋を作ってあげることって、私はすごく本当に今後も絶対脊髄損傷って出てくるので、未来の人のために今の私がこう命を懸けてるってわけではないですけど、でも何かこう変えていく、変わるきっかけ作りっていうのに届きそうな気がするんですよ。なんか、脊髄損傷の考え方とか捉え方とか、脊髄損傷に関してのイメージって変わってくれるんじゃないかなってちょっと正直思ってます。なのでやっぱそのイメージを変えるため、治らない怪我からまずお金をかければ治る怪我、そして、お金をかければ治るからこそ、じゃ保険とかそういうのでリハビリをすれば、再生医療をすれば治る怪我、改善する怪我になってくれたらいいなって思ってます。だからみんなが思っているような速さでは正直動いてないかもしれない、でも確実に動いていることは確かなんだなと私自身感じているので、もっともっとまた変化とかリハビリのその動きとかを皆さんにこう発信していきたいなというふうに思います。で、
これからですね、本格的に以前募集した再生医療のそのサポートプロジェクトっていうのが始まって、変形性関節症の人とか脳血管障害の人、脊髄損傷の人たちで受傷歴もバラバラだし、いい状態もバラバラで、どんなやっていくかっていうのが今後本格的に行われてくるので、その情報も伝えていけたらなというふうに思いますし、私のチャンネルじゃなくてもそのエースメディカルサポートさんのチャンネルとかでもいろんな再生医療のことを発信しているので、ぜひそちらもご覧になってみてください。ということで、自分の感覚の変化っていうのをお伝えしました。はい、この動画が役に立ったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。